ベクーナはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は全世界の熱帯、温帯の海域に生息するカマス火災大種オニカマスのキューバにおける通称に、ちなんで命名された。オニカマスベクーナは1943年4月29日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年1月30日に、 ジョージシー・クローフォード夫人によって命名浸水し、1944年5月27日に艦長ヘンリー・ディースター少佐の指揮下収益する。7月1日にニューロンドンを出港し、7月29日に真珠湾に到着した。8月23日、ベクーナは最初の紹介で南シナ海に向かった。10月8日未明、ベクーナは 北緯14度12分統計115度53分、北緯14.200度統計115.883度、14.200115.883の地点で非76船団を発見し、元特設水蒸気ボタン君川丸に魚雷一本を命中させ、激沈こそできなかったものの君川丸を船団から脱落させた。翌10月9日には、 北緯12度45分統計118度00、分、北緯12.750度統計118.000度。12.750118.000のパラワン島北西海域で十九船団を発見。タンカーサンルイスマルの選手に魚雷を命中させる。続けさまにホークビルと共同で、北緯12度43分統計118度05、分。 北緯12.717度統計118.083度、12.717、1八8 0 8 3の地点で、応急タンカー乗り数丸を撃沈した。10月18日、ベクーナは56日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。11月15日、ベクーナは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。この紹介では、 1945年1月2日に、難易05度50分統計113度12分、難易5.833度統計113.200度、-5.833113.200、と、難易06度09分統計113度33分、難易6.150度統計113.550度、マイナス6 1 5 0 1 1三3 5 5 0の2箇所で、 300トン級及び800トン級の海上トラックを砲撃により撃沈した。1月8日、ベクウナは53日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。2月4日、ベクウナは3回目の紹介で南シナ海に向かった。2月22日、ベクウナは北緯11度30分時計109度06分、北緯11.500度時計109.100度、 11.500-109.100のインドシナ半島ファンラン湾沖で南高作戦参加の日 88H 戦団を発見。王宮大会筆笛丸に向けて魚雷を4本発射し、うち1本が筆笛丸に命中しこれを撃沈した。3月22日、ベクーナは46日間の行動を終えてスービック湾に帰島した。4月15日、 ベクーナは4回目の紹介で南シナ海に向かった。しかし、この頃には南シナ海に日本の艦船の姿を見ることはできず、攻撃の機会もなく戦果はなかった。5月24日、ベクーナは39日間の行動を終えてフリーマントルに帰島艦長がウィリアム・ J ブッシュに変わった。6月21日、ベクーナは5回目の紹介で南シナ海に向かった。 7月16日に一度のみ攻撃機会があったが前回同様戦果を上げることはなかった。7月27日、ベクウナは36日間の行動を終えてスービックワンに帰島した。戦争が終わるとベクウナはスービックワンを後にしてアメリカ本国に向かった。9月、ベクウナはカリフォルニア州サンディエゴに帰還し、1949年4月まで 太平洋艦隊潜水艦部隊での作戦活動に従事、その後大西洋艦隊潜水艦部隊第8潜水艦船隊に配属された。1949年5月から1950年5月までの間に、ベクーナは回復訓練演習を行い、ニューロンドンで士官候補生の訓練を支援した。1950年11月、 エレクトリック・ボート社での近代回収のためのオーバーホールに入り、グッピー回収艦への転換が行われた。回収は1951年8月に完了し、ベクーナは大やけみのためカリブ海に向かう。ニューロンドンには9月に帰還した。回収後のベクーナは大西洋艦隊と共に活動し、第6艦隊との巡航で地中海スコットランドを訪れた。 これらの拡張巡航以外、大半は、ニューロンドンでの訓練で費やされた。ベクーナは1969年に、リースマイナス -319 に、艦種変更され、1969年11月7日に体液、退役。大西洋予備役艦隊で保管される。1971年に SS、SS-319 マイナスに、再度変更され、1973年8月15日に、 除籍された。グッピー改修艦当時の姿で保存されているベクルナ。ベクルナは1976年6月21日にペンシルベニア州フィラデルフィアのインディペンデンスシーポートミュージアムに展示され、1996年に歴史的感染ゾーンができてからは当該ゾーンに移動し、米政戦争でジョージ・デューイ元帥の機関である防護巡洋艦オリンピアと並んで展示されている。 1986年には国定歴史建造物に指定され、2001年にはアメリカ溶接協会から歴史的溶接構造物賞を受賞した。ベクーナは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ベクーナは一隻の日本のタンカーを単独で、もう一隻のタンカーを共同で撃沈し、その合計は、 共同戦火の分も含めて一石と二分の一隻、2816トンに上った。ありがとうございます。